皆さんこんにちは、スパイシーカレーロカの斉藤恵里です。本日なんですが、超初級辛さゼロのスパイスキーマカレー、こちらのレシピをご紹介させていただきたいと思います。すっごく簡単なレシピなので、スパイスだけちょこっと揃えていただけましたら、今日からスパイスカレー作り始められますので、ぜひ楽しんでトライしていただけたらと思います。では実際に作っていきます。玉ねぎを切っていきます。今回ちょっと斉藤流ですが、すっごい簡単に切れるみじん切りの切り方、ちょっとご紹介したいと思います。玉ねぎですが、まずこういう風に皮を剥きまして、半分に切ります。こういう風に軸がありますので、しっかり取りますね。ここだけポコッと、こんな感じで取っちゃいます。で、皮剥いた後、ここにも少しだけまた皮とかが残ってる時あるので、こんな感じで切ってあげてください。玉ねぎのこちら側だけをつなげたまま、包丁のこっちのお尻だけで刃を入れていきます。玉ねぎがここだけつながって、こういう感じですね、扇みたいになります。こんな状態にしましたら、玉ねぎを90度くるっと回転させまして、直角に刃を入れていきます。で、つながってた部分なんですけど、こちらも今と全く同じような切り方で直角に入れていただいて、これをまた90度返してあげて、でまた直角に刃を入れていくだけです。こんな感じで一瞬でみじん切り完成です。スパイスカレー今日から始めたいという方にこそ、みじん切りもこんなに簡単にできるんだってことを、ぜひ覚えていただけたらなと思います。で、まずカレー作りをする時なんですが、テフロン加工のフライパンがあると焦げつかずに、すごい美味しいカレーを簡単に作りやすいので、まずテフロンフライパン、こちらをお家にご用意していただけるとすごいおすすめです。私は必ず火をつける前に、まず最初に油を入れます。まず油を入れてからゆっくり添加していきます。私お店で普段カレーを作る時に、もう本当に特徴があえてないサラダ油で作ってるんですね。で、その理由なんですけど、スパイスを主役にしたいので、この油にスパイスの香りを移すために、油に個性がない方が、スパイス自身が持つ香りでしたり特徴や個性を十分に移しやすいんですよね。オリーブオイルとか使うとすごいおしゃれな仕上がりにはなるんですが、スパイスの香りだけを主役にしたい場合は、プレーンなサラダ油とか使うことがすごいおすすめですね。ドロドロっとしてた油がこうやってサラサラサラって回るようになりますので、こうするとちょっと油が温まってきたなっていう合図になります。ニンニクと生姜同量すり合わせたものですね、こちらを入れていきたいと思います。ただニンニクと生姜入れる時なんですけど、めちゃくちゃ跳ねます。なのでちょっと怖いなって方は、フライパンをこういう風にですね、火から外していただいて、ここからニンニクと生姜入れてあげると、ちょっと跳ねつきを防止できます。こんな感じですね。こうすると全然跳ねないので安心感がありますね。で、ニンニクと生姜なんですけど、油に入れたばっかりの時ってまだすごいちょっとツンツンした生っぽい香りがして、辛みとかえぐみがあるので気泡が出てくるような感じで、油の中を泳がしてあげるような感じにしてあげて、で炒めていくうちにこうやってすごいいい香りが立ってきますので、ちょっとペペロンチーノみたいないいなっていう香りがしてきましたら、ここで玉ねぎ入れてあげたいと思います。さっきじゃみじん切りにした玉ねぎですね、入れます。ニンニクと生姜焦げつきやすいので、まず最初にしっかりこう玉ねぎに絡めてあげます。このニンニクと生姜の香りをまとった油で玉ねぎを炒めていくと、玉ねぎ自身もすごい香りが良くなって美味しいカレーのベースになるんですね。玉ねぎを炒める時の火力って結構皆さん悩むと思うんですけど、油をこう玉ねぎに絡ませるまではちょっと弱火のまま炒めてあげます。で、これでちょっと綺麗に絡まってきましたら、少し火力中火ぐらいですね、軽くアップさせてあげます。最初の頃は玉ねぎが結構水分もたっぷりあるので、中火にしても玉ねぎが焦げつきにくいので、ちょっと中火ぐらいでしばらく炒めてあげてください。スパイスカレー作りを始めたいという方には、多分一番ポイントになるのが最初の玉ねぎ炒めなんですが、飴色玉ねぎって、飴色って何ぞやと思われると思うんですけど、玉ねぎが焦げるのとは全く全然違うんですね。しっかり中まで火が通って、初めて綺麗な飴色玉ねぎになるんですが、表面だけ焦げついてしまって中が生っぽかったりジャリジャリするものは飴色玉ねぎではなく、ただの焦げてしまった玉ねぎってことになってしまうので、いかに綺麗に美味しい飴色玉ねぎを作り上げるかが、スパイスカレー作りの大きな軸となります。皆さん、玉ねぎは本当に愛を持ってもう慈しむように炒めてあげてください。今回のレシピの詳細は
クラシルアプリをぜひご覧ください。フライパンの構造上、火が外にこう回り込んで熱が高くなるんですね。なので周りからかき集めてきてあげて中心に戻していくような、このような動きをしてあげると熱が均等に入りやすくなります。玉ねぎ炒めする中で一番大変なのがやっぱり炒めてる時間だと思うんですね。時間を短縮するためにちょっとだけ斉藤流時短テクもご紹介させていただきたいと思います。私は玉ねぎ炒めるときに2ポイントちょっとコツを使っておりまして、まず最初ですがお塩ですね、こちらを本当に2つまみほど軽くかけてあげます。なんでお塩を刺すかって言いますと、お塩を刺すことで玉ねぎから水分が出てくるんですね。そうすることによってちょっと蒸し焼きにしているような状態になりますので、玉ねぎが焦げつかずに綺麗に早い時間で飴色玉ねぎにしてあげることができます。で今回のレシピは超初級編なので、飴色の一歩手前のちょっときつね色を目指しているので、時間がないし、もうあんまりカレー作りって手慣れてないからちょっとトライするのどうかなって迷ってる方にこそまず最初に試していただきたいレシピです。あとはもう一つ玉ねぎを炒める上での時短テクなんですが、差し水ですね、お水をちょっと軽くさせてあげます。差し水なのでちょっと鍋肌に軽く入れるような感じですね。こうやって混ぜてあげるとじわーっとジュクジュクジュクとなりますので、しっとりした玉ねぎを中火のまま炒めてあげると火力を落とさずにただ焦げつかずに早い時間で色がついてきやすくなりますので、ちょっと乾燥してこういう張り付きが出てきたなと思いましたらお水さしてあげます。水っぽくなっちゃうんじゃないかなって心配される方もいらっしゃると思うんですけど、もうすぐ蒸発してきますので臆せずにさしてあげてください。焦げつかない綺麗な飴色玉ねぎができます。だいぶもうきつねに向かってきましたね。真っ白だった玉ねぎが結構色がついてで均等になってますね。ベージュって感じですね。もう玉ねぎはしっかり甘みも出てますし、で中にもしっかり火が入ってる状態、全部が綺麗に透明になってればバッチリです。こんな感じでちょっと皆さん玉ねぎ炒めトライしてみてください。皆さん玉ねぎ炒めを制する者はスパイスカレー作りを制します。では玉ねぎにしっかり火が入りましたので、今回使うスパイス4種類ですね、こちらです。よく多分皆さん聞いたことあると思うんですが、クミン、あとコリアンダー、ターメリックに、あとちょっとだけ馴染みないかもしれませんがクローブというスパイスを今回使いたいと思います。あと今お塩も一緒に入れました。パウダースパイスを入れてからの気をつけなくてはならないポイントがありまして、パウダースパイスは非常に焦げつきやすいので必ず一番できる限りの弱火にします。お家でできる限り最小の火に落としましたら炒めてきた玉ねぎたちと均等に炒め合わせます。スパイスって熱を入れて初めて香りが出てくるんですね。今グワッと香り出てきたんですけど、入れる前は正直こうやっても全然香りが来ないぐらいなんですけど、熱を帯びることによって個々のスパイスのポテンシャルが発揮されて香り以外にもコクが出ます。弱火でとにかくちょっと長めにゆっくり炒めてください。で今回4種類しかスパイス使ってない上に辛さゼロなんですね。それはなぜかと言いますと、スパイスカレー作ってみたいし食べてみたいけどなんかちょっとスパイスが強そうとか癖があるんじゃないかなって思われる方もいらっしゃると思います。あとお子様とかにはちょっと食べられないかもしれないから、なんかお家で作るのちょっと抵抗あるなって方もいらっしゃると思うんですね。そういった時に最初から辛さがゼロであればどなたでも召し上がっていただきやすいので、辛いのがお好きな方はご自身のお皿に盛り付けてからカイエンペッパーとかブラックペッパー足していただいてちょっと辛めにしていただくこともできますので、一番最初まず辛さが全くないゼロの状態でもこれだけちゃんと風味があって美味しいカレーができるんだってことをまず知っていただけるいい機会にもなるなと思いまして、今回こういったレシピを作らせていただきました。で今回チョイスした唯一4種類のスパイスなんですけど、もうクミンというスパイスは一番カレーらしい風味がするスパイスの世界のキングオブキングみたいなスパイスだなって私の中で思ってまして、一番自分が好きなスパイスなんですけど、クミンをまず入れてあげることで種類が少ない中でもしっかりカレーの風味が出ます。次にコリアンダーというスパイス入れてるんですが、多分皆さんすごい耳にしたことあると思うんですけど、パクチーの種なんですね。
でパクチーの種をスパイスとしてひいているものがコリアンダーパウダーなんですが、パクチーに似たちょっと清々しい清涼感を持ったスパイスなんですね。その爽やかさがすごいカレーを食べている時の後味にもなりますし、お肉の臭み消しにもなります。あとターメリックなんですけど、よくウコンって名前でちょっとドリンクにもなってたり、ターメリックの大きな特徴はまずやっぱカレーらしい色付けですね。あとはその独特のほろ苦さですね。その苦味がスパイスカレーらしさを出してくれるので、ターメリックが入ることでグッと本格感増します。あとはクローブですね。ちょっと馴染みないかもしれないんですけど、見た目が本当にこういう感じで丸い粒の部分にすっすごいなんかスイートな香りが詰まってるんですね。お菓子とかにも入れるんですけど、花のようなかぐわしい香りが詰まってまして、今回ポークキーマなので、豚肉の甘みとこのクローブの甘みの相性を合わせてるのと、あとクローブもやっぱりお肉の臭み消しにすごいいろんなお料理に使うので、スパイスを効果的に使えたらなと思いまして、今回クローブを選びました。スパイスカレー作る中で重要なスパイスたちを厳選したって感じですので、カレー作りトライしてみたいけど怖いなって方にも、ちょっとこの4種類ぐらいから挑戦してみてください。このパウダースパイスと玉ねぎが混ざったものですね。こんな感じでねっとり感出るので、こういうビジュアルになったらパウダースパイスに綺麗に火が入った証拠になります。トマト系2種類ご用意したんですけど、こちらがダイスカットトマト缶ですね。缶詰に入ってるもうクラッシュしてあるトマトです。あとこちらがトマトケチャップです。この2種類を入れたいと思います。今まで炒めてきたマサラたちと均等になるように混ぜてあげます。ダイスカットトマトとトマトケチャップダブル使いにした大きな理由なんですけど、トマトのフレッシュ感、夏場とかにすごいすっきり食べれて非常に美味しくなるんですけど、トマトケチャップのコクのある甘さでしたり、トマトが持つ甘みですね、それもちょっと入れたいなと思って、ちょっと欲張って2種類入れました。じゃあトマトも馴染みましたので、一番最後ですね、キーマカレーなのでひき肉入れたいと思います。ヘラを立ててあげて、肉を切るようにほぐすようにですね、炒めてってあげます。でお肉入れてからは真っ赤力ちょっと戻してあげて大丈夫です。お肉にしっかり火が通るまで炒めてきます。一番最後に今回ひき肉を入れた理由なんですが、パウダースパイスにしっかり火を入れてあげたかったので、一番優先すべきスパイスの火入れを最初に持ってきてあげて、ちゃんとスパイスが火入ったところで最後ひき肉入れることで、ひき肉は火の入りが非常に早いお肉になりますので、一番最後に入れてあげることでお肉のこのジューシー感を損なわないという意味もあります。お水入れてあげます。軽くなじませてふつふつするまで混ぜます。フライパンで作ってるのですぐふつふつしてきてなじみますので、赤い油がセパレートする感じですね。これがなんか美味しい油が出ましたよというサインになりますので、こちらで完成ですね。では完成したキーマカレー盛り付けていきます。おー、キーマ最高。超初級辛さゼロのスパイスキーマカレー完成です。ロカというスパイスカレーを出している専門店になりますが、なんと今年開業7年目にしてちょっと移転しました。今まであったビルのすぐ真横のビルにちょっとプチお引越しさせていただきまして、以前と全く同じ貴重性のスタイルで営業はしておりますので、ちょっと朝貴重いただくの大変だとは思いますが、お店の情報とか必ず毎日ツイッターの方でお知らせを出してますので、こちらをご覧いただけますと一番最新のろ過情報をゲットしていただけると思いますので、ぜひツイッターとかもよろしくお願いいたします。ではいただきたいと思います。カレー作りの一番の醍醐味ですね。皆さんを代表していただきます。お肉もりっといただきます。めちゃめちゃ美味しい肉できました。すみません、自分で作っといてなんですが、めちゃくちゃ美味しいです。ダイスカットトマトのフレッシュ感がすっごいこれ後引きます。簡単で本当に美味しくできるので、斉藤自信を持っておすすめできるレシピです。皆さんぜひ作ってみてくださいね。こういったコラボ商品も出してます。こちらのポテトチップスはかなり攻めたスパイシーな仕上がりになってます。ぜひろ過感を試していただきたいと思います。
あとはレトルトカレーですね。お店に行ってみたい、もしくはお店の味をお家でも食べたいっていう方にはぜひこちらのレトルトおすすめです。カレーうどん専用固形ルーというちょっとマニアックな商品なんですけど、気軽にスパイシーな本格的なカレーうどん試してみたいなって方にはお試しいただけますと幸いです。